犬島は瀬戸内海に位置する島の一つである。犬島諸島最大の島であり、行政上は岡山県岡山市東区犬島に属する。犬島本島とも呼ばれる。岡山市内唯一の有人離島でもある。郵便番号は704-8153。2016年9月30日現在で人口49人。 2010年10月1日時点で35世帯。古くから、銅の精錬業と採石業などで流星を極めてきた歴史があり、現在も残る、当時の遺構が独特の雰囲気と景観を醸し出している。また、2008年の犬島精錬書美術館、開館、2010年の瀬戸内国際芸術祭以降は、現代アートの島としても知られるようになっている。 本州から見る犬島。岡山市の東南端に位置する宝田、久久井地区の沖約 2.2km に位置しており、本土からは定期船で約8分の距離にある。釜の瀬戸と呼ばれる海峡を挟んで、同じ犬島諸島の犬の島と、鼓瀬戸と呼ばれる海峡を挟んで、犬島諸島の沖鼓島と接する。地質は主に花崗岩からなるが沖積層と、埋め立て地も、 わずかに存在する。標高差が30メートル前後のなだらかな地形となっているが、これは長年にわたる石材の採掘などによって地形が大きく改変されたためである。石材採掘の結果として、多くの断崖や洞窟、十数個に上る地層が存在し、島本来の地形はほとんど想像することすら困難である。岡山理科大学教授の野見洋介は、 石材採掘前の地形を推計することにより、犬島本島及び犬の島から搬出された石材は約42万立方メートル以上になると試算している。かつては、急峻な山麓が海岸まで迫っており、自然の海岸は小規模なものが5カ所ほど存在していたに過ぎなかったが、1950年頃にはすでに海岸が人工的に形成されており、 海岸線は、徒歩で一周しゆる程度のものとなっていた。このため、犬島の海岸線の外縁に広がる地形は、極めて深い。また、前述の地表の他に特に河川は存在せず、若干の皇居があるに過ぎない。河原吹き、焼き杉板の壁の戦前に建てられた建物が多い。島内にある地表の一つ、石材の採掘された跡である。 年間平均気温は、摂氏16.6度、年間降水量は1100ミリメートル程度と、気候は温暖かつ、昭雨の瀬戸内海気候であるが、離島であるためか、沿海部や内陸部の各集落に比べて冬も温暖で夏も、しのぎやすいという微気候の違いがあり、地元の人間の続言として、地方に3度層が降れば、島に一度降りるというものが記録されている。 内海に位置するため風は少なく、また高い山がないために、雨量もあまり多くないとされる。植生のほとんどは、小奈良群落で占められているが、赤松などの新葉樹やすすきなども自生している。生物には鈍行をはじめ、干潟、藻場に生息する、水生生物、長丸チビゲンゴロウなどをはじめとする希少昆虫、瀬戸内海の海洋生物などが見られる。また犬島では、 冬鳥として全国にラ来する常備滝が批判食器で、ある周期にも私有ともに複数個体の集団で生息している様子が確認されている。かつては多数の猫が生息していたが、2009年に駆除が行われたためその数は大きく減っている。かつて本当山頂にあった犬石と呼ばれる犬のうずくまったような形で、また頭が、 犬居の方角を向いているように見える巨石に由来する。現在この石は犬の島山城に置かれている神社、犬石主宮に祀られており、この石の歳末を取って身につけていると狂犬に噛まれないとされている。また取り付くと怒りのような症状を発するという犬神を退散させる狂犬や 気象の荒い犬を島に放すとおとなしい性格に戻る、などという伝承も存在する。犬石は901年、太宰府に流される途中でこの島に立ち寄った、菅原道真が名付けたものとされている。海上で嵐にあった道真は、かつて飼っていた犬のものと似た鳴き声に導かれて、この島にたどり着き、この岩を見つけたという。 犬島諸島の地だけの小島にある犬島貝塚は岡山県最古かつ西日本最古級の貝塚とされており旧石器時代のナイフ型石器や縄文時代の土器石器石賊が発見されている他犬島本島の小山三崎遺跡では旧石器時代の石器砲眼層が露出松賀美遺跡では黒曜石最石陣や戦闘機 ナイフ型石器などが出土している。前述の犬島貝塚では古墳時代の前方後円墳及び石棺高槻鏡が発見されている。江戸時代に洞窟されたため手がかりが少なく誰の墓かは不明であるが海面が低かった当時の瀬戸内海においてこの島は見晴らしがいい高台の場所であったことから地元の権力者のものあるいはその位置から 海の民の有力者のものであると考えられている。平安時代中期に書かれたとされる枕草子には、一条天皇の愛病、苗部の弟が、同じく宮中で飼われていた犬の大マロに噛みつかれそうになり、それを見て起こった一条天皇が倉人ただ宝に、この大きなマロを打ちてうじて犬島に使わせ、ただいまと命じる下りがあるが、この犬島は、 北村貴麟の枕草の子春書書以来、犬島本島を指すとする解釈が知られている。しかしこれには、遺説も多く、他に、犬、島に使わせと区切るべきであるという説、藤原収納の除年外法師集に、犬島や、中なる、淀の渡し森の句が見えること、当時罪を犯した犬を放築する場所として、淀が指定されていたことを示す文書が見つかっていること。 枕の創始と同時期に書かれた往来物の一つ、泉往来に、淀川中の中洲の名前として、犬島が出てくることなどからその地に否定する説などが知られている。平地の少ない高旬な地形と敬戦に便利な海岸、そしてホラーな瀬戸などを有し、また海洋交通上重要な位置に所在していた犬島は、奈良時代から平安、戦国時代にかけて、 海賊の根拠地、気候地として機能していた。岡山藩市の東京平を作者とする、1774年に成立した、軍記物語である、備前軍記には、戦国記の犬島は、小島軍の日比、北緯34度27分25.5秒、東京133度55分23.2秒。 北緯三十四点四五七零八三度統計十三点九二三一一一度。三十四点3 4 4 5 7 0 8 3 1 3 3 9 2 3一一1と並ぶ瀬戸内海でも一、二を争う海賊の創窟であり、この近海は犬島関と呼ばれる、海路通行の難所とされていたほか、おつ辻など沿岸の村もしばしば、 これらの海賊による襲撃に苛まれていた、と記述されている。また、あわみえ氏を中心とした軍機である、南海一乱機は、本島を拠点とする著名な海賊として、日本佐、ナスケの名を挙げている。また、備前軍機には、犬島の海賊にまつわる以下のような総話が、記されている。いつの頃のことか、スオの国志といたうという人が犬島に船を止めた、時、 海賊たちがこれを殺害して、財宝を奪い取った。そこで、ドイタ棒の子は、親の仇を打つため多くの兵船を揃え、犬島に押し寄せ、海賊が隠れ住んでいた岩穴のあたりを取り囲み、焚き木を岩穴の口に積み上げ、火を放って、海賊をことごとく焼き殺してしまったという。この話は有名で、陽極にもなった。ドイタという陽極がそれである。その他、 秋の保伝備中神が嵐にあって、犬島に船を寄せたところ、海賊に殺されて、財宝を奪われたという。また栄翔の頃のことであろうか、秋の武田方岩、元信の,の家臣に恩賀左衛門の顔屋というものがあった。彼は、京都から秋に戻る途中、夜中に、この犬島をしし通った。例によって、海賊たちは、左衛門の,の船にこぎ寄せ、 その財宝を奪い取ろうとかかった。しかし、左衛門のは、世上で三十人力と、評判されたほどの豪のものであったから、帆柱の桁を手にし、船に乗り移ろうとする海賊を打ち倒し、穂桁を取り直して、海賊船を二層までも突き沈めてしまった。この協力には、海賊も手も足も出ず残る船は皆島陰に、逃げ隠れてしまったので、左衛門のは、 何の被害もなく、秋国へ帰り着いた。1445年の、兵庫北間入船農町は、兵庫関に、犬島より、年12回に及び舞、豆、小麦、ビンゴなどを積んだ船が入港していることを記している。1590年から1597年の、岡山城改修の際、浮田秀家は、石垣建造のため、船を利用して、大量の石材を運んだ。 イカダに乗せられた石材は、旭川を遡り城のすぐ脇にまで運ばれた。大阪城桜門真っ型のたこ石。犬島から切り出されたもので、縦5.5メートル、横11.7メートルと、木内最大の大きさを誇る。大阪城の巨石上位10位のうち七つが、岡山藩によるものであり、忠男が、いかに不審に力を注いでいたかがわかる。 1620年より始まった大阪城の改修に際し、池田忠夫は自らの不審に犬島の石を使った。忠夫は、鍋島下の西国大名にも石を提供しており、1950年には大阪城周築時の残石とされる、ともえの刻まれた城門石11個が見つかっている。1628年には、牛窓に、 キリシタン戦策のための板書が設置され、犬島にも、財番構え書が備えられた。その他1640年、1642年の文献では、犬島に置かれた異国船延検板書に関する記述がある。また、1668年に建立された、鶴岡八幡宮一の鳥居は、犬島の石材により作られたものである。この鳥居は、 夢で、八幡大臣より、お告げを受けた高重人の命によって、徳川家綱により建立された。また池立生佐が1687年、後楽園を作った際使った、奇跡、大石の大部分は、犬島より取り寄せられたものである。園内一の大石である火曜の地範の大立石や、次元道境内のエボシ岩は1788年。 池田地性の時代に取り寄せられたものであるがそのままの形では運ぶことができず、それぞれ92分割、36分割して、園内で復元立借がなされた。この作業をするにあたって作られた木組の模型は保存されている。土地の生産性が低く、一挙に多人数を維持し得ない地理的条件を持つ犬島は、 他の海賊拠点地と同様に子孫が住み着くまでには、至らず、一旦は、無人の島となっていたが1687年に、藩の指図によって、小島軍番でにより、井上門太郎や、奥軍東片岡村より、佐藤善太郎家の2軒が犬島に定住し、農耕に従事した。同年犬島には、小島湾港を守るための番所が置かれ、牛窓道家あたりまでの警備に当たった。 犬島諸島及び大阪港と犬島の位置関係を記した地図。1868年に開港された大阪港は安治川河口から遡った場所にあり、水深が浅かったために大型船舶は入港することができなかった。そのために外国からの大型船は近くの兵庫港へと移り、川口居留地にいた。外国商人も次々と神戸外国人居留地に、 転居していった。右与曲折の後、大阪府民にとって、赤年の悲願であった大型船の入港できる近代港湾の整備は、1897年より、総工事費2167万5000円との計画で、大阪市によって着工されることとなった。この蓄光に使う石材の供給地として、白羽の矢が立ったのが、 大阪港まで帰船一夜やほどの距離に位置しており、また船を止めやすい瀬戸を有していた犬島本島東部の地鈴見及び犬島諸島の犬の島であった。石材の運搬には70坪石帰船の犬島丸6層と20坪木船、早塩15層が用いられ、これらは帰船、先花丸により牽引されることとなった。 大阪市の確保したこれら採石地の総面積は、諸島全体の4分の1強に達していた。当時の犬の島には前述の犬石天馬宮などが所在し新域として島民に、数計されていたほか、地みには、民有地が多く、これらに重する問題より、領所における採石は大きく遅れることとなった。 石材の需要を補うため、犬島諸島内の沖鼓島国有林に臨時の採石場が開かれ、1898年4月13日をもってこの地における採石が始まった。これと、並行して犬の島、地鼓の2カ所に関する整備も続行され、翌年6月には沖鼓島の採石場は廃止されることとなった。沖鼓島には船舶及び工場用の 石炭貯蔵場、犬島本島には、採石工場事務所、倉庫及び校舎、小器具の製作修繕に供すべき火事場及び校舎、その他火薬庫、非病写、石炭置き場、荷揚げ場、妊婦小屋などが建設された。飲料水貯留用のため池も作られ、一般の供給に備えて、医師、衛生係が一名ずつ派遣された。また、生岩巡査四名が置かれ、衛生、 またその他一般の自己取り締まりの任に当たった。これらの採石のために多数の職工妊婦が雇用され、1902年には155,894人の石工1,531人の大工、197,723人の妊婦が犬島に渡った。当時の犬島は、地高1権と呼ばれ、常時5,000人から6,000人ほどが居留し、 港周辺には、歓楽街も形成された。また、天馬郡は、犬島本島に、犬石は、犬の島内の別地点に移転された。1905年を境に、大阪地庫に伴う採石は、急速に下火となっていった。王子の犬島青錬所、発電所跡。陰山の尖岩の上、煙立ちて、毒煙、低く、斜不愚かな。 大田育大岡山県の実業家、坂本金谷は、郊外問題を避けるため、1907年頃に、筑波郡帯江村にあった帯江銅山の精錬所を、犬島に移設した。夜勤技術者の池田健造によって設計されたこの、精錬所の建設には、金谷の弟で、1906年に、京都理工科大学の機械科を卒業した、坂本勘四郎が当たり、同じ年に、 東京帝国大学の応用科学科を卒業した工学士、武藤与作が技術管理者として創業当初から金谷の授業を助けたという。こうして完成した犬島製錬所は1日約4万巻の銅鉱石を処理可能なもので、航路の増築次第では、目下の能力の2倍まで直ちに増加できるように作られていたとされる。しかし、怯江銅山での採掘量が落ち、 再三の悪化が目立ってきたために、1913年、同鉱山並びに、犬島精錬所は112万5千円で藤田組に売却された。買収後、藤田組の技師が着任し調査したところ、これらの施設には致命的な問題が複数あり、運用には抜本的な改善が必要なことが明らかになった。精錬所内の精錬施設はアメリカ製で、 日本の鉱石の精錬に適さないものであったほか、地政上の問題から、この精錬所の精錬施設では冷却水に、井戸水などの淡水ではなく海水が用いられており、そのため各所に腐食が生じていた。1917年には精錬所の拡張が行われ、月間の処理量は200万巻にまで増加したが、この拡張により、塩害の規模は深刻なものとなり、島では、 松などの上緑樹が皆無となり、島民への賠償金が増額された。当時、岡山県犬島実務学校に禁じていた歌人の大太鼓は、この演外を歌った歌集である、独演を出版している。1918年には精錬所の売演が理由で、対岸の牛窓町が稲作で激人の被害を受けたため、 同年の8月4日から8月5日にかけて、牛窓町農会が、清錬所所員などとともに、被害倒査を実施した。また拡張後の清錬所では、硫化鉄鋼の酸化により発生する熱を利用する、ことで燃料を削減する、反生工武器法と呼ばれる清錬法が、採用されており、同社は、この硫化鉄を確保するため、 柳原鉱山をはじめとする複数の流化鉄鉱山を購入したとされている。清廉所の周辺には、社宅、会社専属の演劇場、西岸駐在所や飲食店、料理店、旅館などが立ち並び、犬島は、シャミや、太鼓の音が夜遅くまで聞こえる、あたり一番の都会であったとされる。当時、第一次世界大戦の影響により、銅の価格は冒頭しており、 瀬戸内海沿岸には多数の同性錬所が建築されていた。立地の問題から、電連設備を持てなかった犬島性錬所はこれら他の、性錬所との競争に勝つことができず、1918年末には、創業休止が決定された。そして、大戦の終結により、非鉄金属の価格が暴落したため、藤田組は、 この精錬書を保有し続けられなくなり、翌1919 19年には、住友総本店に42万円で譲渡した。住友総本店は精錬書を、別紙道山書館に移すも、1932年には、精錬書そのものを廃止した。住友総本店は精錬書の管理を、当地の供給所を管理していた、中村聖三郎に受託しており、中村は、 金目と呼ばれる、同性連後に残る交際を、水分の蒸発を早めるために塩田に吸き込む砂利や、化粧壁に加工する事業を行った。中村は住友総本店より清錬所を購入し、昭和40年代まで事業を行った。1935年には、犬の島に建設された、日本用株式会社岡山工場が創業を始め、それに伴い、 福島県から犬島へ多くの従業員が移住した。沼尻鉱山で採れた用を鉄道と船で運ぶことで、年8,500トンのに硫化炭素を生産し、最盛期には80基の炉が立っていたものの1967年に会社は整理され、従業員は全員解雇された。翌年の1968年には、この跡地に、蘇田香料を、 株式会社岡山工場が立ち、従業員を引き継ぎ雇用した。犬島精錬所美術館本館。犬島、家プロジェクト A 定、リフレクト。工人アスカ製作。ニューヨークに拠点を置き多くの国際展などに、招待される現代美術家のリュウ・ユキノリは1995年に、直島コンテンポラリー、アートミュージアムでの個展に招待された機会に、 犬島を訪れ、犬島プロジェクトを構想。株式会社、ベネッセコーポレーション代表取締役社長の福武総一郎に清廉所廃墟を自然エネルギーとアートで再生するプロジェクト原案を提案。ニューヨークからスタジオを移し3年間この島に拠点を構えるなど、福武の支援を得てプロジェクトの実現に活動した。また2002年の7月には、 犬島アーツフェスティバルが開催され、メインイベントとして、劇団一新派が、旧犬島聖錬所の跡地で、舞台、カンカラを上演した。この舞台は4000人を動員した。また2004年からは、毎年夏季にアートプロジェクト、犬島時間が開催されており、犬島の夏の恒例行事として、賑わいを見せている。ベネッセホールディングス最高顧問で、公益財団法人。 福武財団の理事長である、福武総一郎は、ベネッセアートサイト直島の活動を、香川県の直島から微山瀬戸に散らばる、他の島に広げることを模索していた。福武は、犬島が、日本の発展の下で、大きなダメージを受けた地域であったことなどから、新たな拠点の建設地としてこの地を選んだ。また当時、犬島精錬所の跡地に、 医療廃棄物の処分場を作る計画があり、福田家はこれによって、犬島が第二の都島となることを何としても防ぎたかった。用地の買収は難航したものの、福田家は2001年の6月には精錬所跡地の取得を終わらせた。福田家はかねてから大阪万国博覧会の開催された年、また、三島事件のあった年でもある1970年を境に、 日本は悪い方向に進みつつあると考えていた。彼は前、東京都知事で小説家でもある猪瀬直樹より譲り受けた三島幸男の解体された旧宅を柳に託し、この島に新しく建てられる美術館に置くアート作品の素材としてこれらを使わせた。また福武は建築家の三分一広氏に美術館の設計を依頼した。 これらの設計には、育もの協議が重ねられ、方向性が定まるまでには7から8年を要した。3分1は、発注者である福多家の、あるものを活かし、ないものを作るというメッセージとプロジェクト原案を、構想した柳とのコラボレーションを軸に、絡みレンガ作りの工場跡や大煙突などが残る、清錬書遺構を保存。 再生し、電気を用いず自然エネルギーだけで館内を快適に保つ環境に負荷を与えない建築を実現した。2006年に着工され2008年にオープンした犬島アートプロジェクト青錬所は日本建築学会賞及び日本建築大賞を受賞した。以前は予約者のみ見学可能だったが2010年度以降は事前予約が不要になり 自由干渉制を導入している。2010年に開催された瀬戸内国際芸術祭では犬島が会場の一つとなり、延べ8万4000人が来島した。2014年5月12日には犬島にある岡山科学工業の工場よりポンプの不都合からガス不修剤の原料である T ブチルメルカプタン30リットルが漏れ出し、岡山市東区。 帰宅や現場から約60キロメートル離れた、キビ中央町などから、ガス漏れのような匂いがするといった通報が相次いだ。2010年国勢調査の人口は54人だった。島固有の地理的、自然的な制約や主産業の不在、また、少子高齢化の進行を反映して人口は減少し続けており、島内には、空き家も見受けられる。また、 年齢構成は、年少人口0人、生産年齢人口十一人、老年人口四十三人と、老年人口が大半となっている。高齢化率は、平成十二年の約五十三点六パーセントから約七十九点六パーセントへと、大幅に上昇し、高齢化が急速に進んでいる。総数、個数、または、世帯数、人口、犬島に向かう定期船。 岡山市が運営する地方公安である犬島港が存在する。平時は本土側の宝電港まで定期船の明けの丸が1日6便から7便、直島の宮浦港まで四国汽船の高速旅客船が1日3便運航されている。瀬戸内国際芸術祭の期間中はこれらの定期便が増便されるほか、小豆島急行フェリーより1日3便の臨時便が出る。 住民の唯一の交通手段である船便を確保する必要から2013年度現在本土と接続する定期船に対しては岡山市が経営上の補填を実施し航路を維持確保している近年は瀬戸内国際芸術祭開催等により多くの人が島を訪れ船便の利用者も増加し経営状況は安定しているが将来の見通しについては 不安定な要素も多い。宝電工への交通アクセスには、両備なエバスの宝電、くぐい線を使うが、これは1日4便と運行数が少なく、住民や来島者の有用な交通手段には、なっていない。また、島内の道路は、舗装状態が良くないことから、道路修繕が随時実施されているが、車椅子等での移動には、負担が生じる箇所もあり、 バリアフリー化などの対応が望まれている。1893年に、奥群旭村立旭人城小学校犬島分、教場が、1947年に、奥群校島村、旭村、大宮村、大白村学校組合立三南、中学校犬島分校が設立されている。1955年に、犬島分教場は、犬島小学校に、 1956年に犬島文庫は犬島中学校となったが1991年3月31日に犬島小学校及び犬島中学校は並行しそれぞれ岡山市立朝日小学校岡山市立三南中学校に統合されたまた同年には犬島小学校の敷地内にあり1987年より 救援状態にあった犬島幼稚園も閉園された。犬島診療所一箇所において、週一回の診療が行われているが、医師は常駐していない。そのため診療所で対応できない場合は、本土の医療機関へ通院しなければならず、住民にとって、身体的、時間的、経済的に大きな負担となっている。その他、年二回の巡回線による、 集団検診が実施されている。高齢化が進む住民の間には医療に対する不安が大きく、健康で安心して暮らせるための医療環境の整備を望む声が強い。健康相談をはじめ、疾病予防、治療、リハビリテーションなど一連の医療サービスの提供が求められている。島内には場外離着陸場が3カ所あり、救急患者が発生した場合は、 岡山市消防局の消防防災ヘリコプター、桃太郎の、他岡山県の、機備岡山県警察航空隊の、和州、岡山県倉敷市に位置する川崎以下、大学附属病院のドクターヘリの出動を要請することにより、救急患者の搬送が可能であるが、夜間や悪天候時のフライトは、困難を伴う。電話、テレビは、全世帯に普及し、 地上デジタル放送のエリア対応も完了済みであり、携帯電話についても、ほぼ通信可能なエリアとなっている。また、インターネットについては、ADSL や第三世代携帯電話による高速インターネット通信が可能となっている。しかし、最新の情報通信サービスである、超高速ブロードバンド環境は未だ整備されていない。 6管区水路通報6管区2021年9月10日発行によると、瀬戸内海岡山水道付近、犬島北方海底線付設作業が行われている。上水道については、1975年に、簡易水道の付設が完成しており、現在は、全世帯において本土からの海底送水が行われている。海底送水が行われる以前は、 島内10カ所に位置する井戸より生活用水が取られていたが、島民は慢性的な水不足に悩まされており、その影響から皮膚病、消化器疾患の罹患者数は、本州のそれよりも多かった。ゴミ処理については、本土から収集車を運搬し、ゴミの分別収集が行われているが、住民数の減少が続いており、コスト面での課題がある。 飼業処理については、軽温バキューム社により、各家庭から収集し、犬島浄化センターで処理を行っている。ゴミ収集と同様、住民数の減少に伴いコスト面での課題がある。1977年時点では、多くの住民は、反応反漁の生活を営んでおり、また壮年者には、犬の島にある、蘇田香料の工場で働く者も多かった。 本当における2010年の産業別就業者を見ると、就業者数15人のうち、第一次産業が1人で6.6%、第二次産業が2人で13.3%、第三次産業が12人で80.0%となっている。第一次産業は、漁業従事者で、第二次産業では、長年の間に無島の産業を特徴づけてきた、石材業が、 現在は一箇所を残すのみとなっている。第三次産業としては、商店、バンガロー、飲食店などが営まれているが、数軒あった、商店、バンガローは、それぞれ一軒のみとなっている。経営者の高齢化、後継者、不足、一年を通しての集客が課題となっており、店舗等の減少は、今後、住民生活のみならず観光面においても、 ととなるることが懸念される一方、当会社が港付近でカフェをオープンさせたり、地元の愛嬌者による犬島石の PR や、それを使った商品開発など、新たな動きも一部で見受けられる。犬島石は犬島、及び犬島諸島内で採掘される、見陰石材の通称である。犬島見陰とも呼ばれる。 他の産地と比較して、雲母の結晶が小さく、均等に素に混ざっているという特徴を持っている。また国内産の石材では最も硬いものの一つであり、石積み用材として多く使われている。1995年の夏には、島の南東部に海水浴場が作られ、夏季には多くの海水浴客などで賑わっている。 1999年4月18日には、廃校となった、学校跡地にシーカヤックや、天体観測が体験できる、宿泊定員50人の短期滞在型障害、学習施設、犬島自然の家が整備され、同年4月28日には、海水浴場に隣接して40個のテントサイトを、有する、犬島キャンプ場がオープンした。また、 島の周辺海域が釣りの敵地であることから年間を通じて釣り客が訪れている。前述の通り現代の犬島では複数のアートイベントが開かれており、また2008年に犬島アートプロジェクト、精錬所がオープンしたこともあって犬島は現代アートの島として脚光を浴びた。それをきっかけに多くの観光客が来島し、住民と触れ合い、 交流を深めることになった。今では、住民も、観光客を自然に受け入れ、新たな現代アートの島としてのイメージも定着しつつ、ある。犬の島には1469年に、天馬具が建立され、明治時代に、本島の北西部に移築されている。愛殿に、八幡大臣、春日大臣を祀っており、犬の島の昔の姿が描かれた絵馬が、奉納されている。 犬島北東部には、大山み命を祀る山の神社があり、年に3回の祭日には、島中の人たちが参拝して賑わったとされる。その裏手には、大道路の跡があり、灯台の役目をしていたと言われている。本島対岸にある犬の島には、犬一明神があり、5月3日には、祭りが行われる。犬島では、伊勢大宮学が行われている。本島は、 古来より採石が盛んであり、危険な仕事のため、かぐらしに清めていただくと事故が起きないと信じられてきた。各家庭を清めた後は、島の中心の広場で、大回しが行われる。神学部と放課芸があり、剣道の曲など8枚8曲の芸を披露している。犬島精錬書は、テレビドラマ、西部警察シリーズの最終話や映画、瀬戸内少年野球団。 肝臓先生、鉄人28号などのロケに使われた。ありがとうございます。